日本が進めている F2 戦闘機の次期戦闘機計画だけど、別名 F3 計画と呼ばれているみたいだね。この純国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とされているのが、AI を搭載した無人戦闘機ってわけだ。日本も着々と防衛力を上げていかないとだからね。そうだね。さて今回はこの無人機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。それにしても、戦争の様子は記録されている100年前の第一次世界大戦などから比べると全く別物になったよね。塹壕戦などと呼ばれる悲惨な戦争を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪った戦争。そして現在はボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる戦争になってしまったからね。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではあるけど、非人間的な冷酷すぎる戦争が現実化しつつあるんだろうね。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機として国産次期戦闘機と連携して使用される。無人機の実証機開発関連費を2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表したよ。この次期戦闘機は国内企業グループで開発を進めている機体で、2030年代半ばからの配備を目標としていると聞き、開発内容としては、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム並走やセンサーなどを統合、連携させるや、インテグレーション統一、複合、一体化技術だけではなく、並走武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているんだって。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然だし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されているんだよね。自立飛行というのは、パイロットは常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視をしている、そして必要な時だけに操縦するということなんだ。ということは、この操作も自分が殺す相手の顔を見ることがなく、行われるということになるね。この無人機は次期戦闘機艦上で運用される見込みになっていて、作戦空域近くで射出され飛行し、より危険な前線空域に展開、搭載母機つまり次期戦闘機の、誘導コントロールに従いながら、自立飛行できると見られているね。無人機のメリットだけど、なんといっても、乗員パイロットの人命を守れるというのが最大のメリットだろうね。それだけではなく、有人機ではできない運動性能が十分発揮できるし、コックピットスペースが不要になるから、そのスペース分が小型化できるんだ。そしてパイロットがいないので、その分の重量が減り、となると、その分積み込む燃料も増やることになり、燃料が増えれば、航続距離は伸びるし、兵器の搭載量も増やせる計算になるってわけ。当然のことだが、機体の形状にも影響はあって、機体の凹凸が減らせるというメリットがあり、凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつくよ。経費の面でも、有人機と比べると必要経費は大幅に減ることになり、パイロットの人件費も削減され、そして極論だが、ミサイルのように使い捨ての戦闘機として活用することもできるというわけだね。使い捨てというけど、マスクやコンタクトレンズ、カメラじゃないから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにしてほしくはないよね。廃棄された機体から機密情報が盗み取られるという恐れがあるという意見も散見するし、実は防衛省内では無人機開発構想が以前からあったみたい。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように、遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われるし、遠隔操作できる無人航空機といえば、アメリカのグローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーだね。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ超時空要塞マクロスを思い出す方もいるんじゃないかな。戦争アニメと歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女という流れを作る一助になったと言われているよ。余談だけど、放映前にはヒロインの民名を宇宙のリリー・マルレーンと形容していたみたい。放映が始まったらこの形容は使われることがなくなったんだけど。さて、現実のバルキリーを開発した会社だけど、
アメリカの軍需産業界ではほとんど名が知られていなかったクラトス社だね。このバルキリーは AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした自立飛行無人機で、バルキリーの初飛行は2019年平成31年3月だったんだけど、初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと発表があったよ。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルケウス600と呼ばれていて、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などを実行できる優秀な機体と言われているよ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システム実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表し、この計画の実現によって無人航空機群を組織化し、低コストで運用、維持が可能になり、紛争地域ではスピーディな行動ができる。敵に決定的な打撃を与え、侵攻が阻止できることになると述べているよ。では日本を見てみると、防衛省は無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機などあらゆる機種を想定しているみたい。コンピュータが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用する研究を進めていると言われているし、次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究の成果ではないかと見られているんだ。防衛装備庁は2016年平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンなる論文を発表していて、内容としては、航空無人機研究開発が中心だったんだけど、2019年以降は第三分類無人技術検証として遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に注力する予定としているよ。その後は第四分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われるね。この研究ビジョンによると、無人機研究については前述以外にも近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型ドローンなどが挙げられているらしいね。そして現在もこのビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されるよ。ここでドローンについて改めて振り返ってみるんだけど、一口にドローンと言っても、用途によって様々なものがあるよね。農薬散布、小型の荷物配達だけではなく、今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類だけど、強引に表現してみると近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルではないかと感じるよ。世界各国が無人戦闘機開発を進めている流れに乗り遅れないためだろうけど、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっているから、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機と連携を進めようとするのは、ごく自然なことじゃないかな。パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず全ての国が注力していると言ってもオーバーではない現状だし、2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画なるものを発表していて、同時に国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵を攻撃するためのドローン設計も発注したみたい。このドローンは有人機から操作するから、母機の有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになり、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられているんだ。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機のほか、現在所有している第5世代や、第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制で運用も図りながら開発を進めているらしいと漏れ聞こえてくるよ。こういった観点から見ると、日本は遅れているのではないかという声があるみたいだね。そう言われても、防衛費には限りがあるし、無人戦闘機にだけ使えるわけではないから、分腹茶釜ではないが、無人像に予算が湧いてくればな、とないものねだりをするのは日本だけではないと思うよ。だからこそ、限りある予算をあちこちに分散して消費してしまったら、全てが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見があるんだよね。今は、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を、同時進行させるということに集中するべきではないかと思われるよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。